色とか、なんかこう懐かしさを感じさせるナンバーでしょ。ファンっていうバンドなんですが、全米チャート1位を獲得しております。ロックバンドとしてはコールドプレイ以来の大会ということで、チェックしてみてください。ファンフィーチャリングジャネットネイで We Are Young を発表しました。FM 横浜ヘッドラインニュース、ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。石田アナウンサー、お願いします。お願いします。東日本大震災以降に震災関連の特別損失を計上した上場企業が合わせて1350社余りに対し、損失額の合計が4兆円を超えることが分かりました。これは民間の信用調査機関東京商工リサーチの調査によるもので、その時に最も大きかったのは東京電力で、損失額は2兆364億円となり、全体の半分以上を占めました。最大ですが、年間以上を含む損失金額が7万近くを占め、工場などの資産についた製造量が26億でした。東京商工リサーチは、産業界に及ぼした影響の深刻さを続けて基準していました。